リーガ・エスパニョーラ第21節、ヘタフェ対アラスの試合が現地時間31日に行われる。それに先け、スペインメディアがヘタフェのスタメン予想した。ヘタフェに所属する19歳の日本代表 MF 保武房は3戦連続の先発予想となっている。今、ズンの久保建英はダゾーンで、いつでもどこでも観視聴。1ヶ月無料お試し実施中、久保は、現地時間8:02、レアルマドリードからのレンタルで、フェへ移籍すると、練習時間も確保できない。エルチェ戦で途中出場を果たし、印象的な役を見せた。すると、第19節のウエスカ戦では先、起用される。続けて、第20節のアスレティック・ルバオ戦もスタメン出場を果たした。アスレティック・ビルバオ戦で低パフォーマンスに割ったことから、複数のスペイン紙が久保に C 評価を下していた。しかし、スペインメディア・エル・デスマルケは、久保がアラベス戦で先発起用されると予想。カルレス・アレニャ、マルク・ククレジャなどと共に名前を挙げいる。一方で、DF マティアス・オリベラは、新型コロナウイルス陽性、DF、エリック・カバコと、DF、チェマ、怪我で、出場微妙となっており、センターバのジェネは、イエローカードの累積で出場停だ。果たして、久保は、アラベス戦で3戦連続の先を果たすのだろうか。